皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はまたジャンク品の購入品紹介なんですが、はい、こちら、トミーの LSI ゲームでトロンです。はい、このトロンっていうのは1981年にウォルト・ディズニー・ピクチャーズが制作しました、まあ、世界で初めて CG をこう本格的に使用した映画のタイトルがトロンっていうタイトルなんですけれども、トロン、コンピュータグラフィックスを初めて本格的に導入したウォルト・ディズニー・ピクチャーズ制作による SF アドベンチャー。全米に巨大なネットワークを持つコンピューター会社エンコム社で働く天才的なプログラマーフリンは、完成させたビデオゲームを社長に横取りされ、さらに会社から追い出されてしまった。共に社長に反目するアランとその同僚のローラと共にエンコム社に忍び込み、社長の悪用の証拠をつかもうと端末を起動させようとするが、ちなみにこちらが、はい、LD のジャケットなんですけど、まあ、トロンという映画、まあ、じっくり、まあ、ちゃんと見たっていうのは、この最近のことなんですけれども、この作品を知ったのは、確か中学の時に、なんか別なディズニーの映画をなんかこう鑑賞する、なんか機会があって、その時に、その冒頭にこの、トロンの予告編が入ってて、まあ、その当時、まあ、急になんかちょっと変な映像が出てきたんで、まあ、その時見てた男子諸君となんか変に盛り上がった覚えがあるんですけれども、で、まあ、その映画をモチーフにした電子ゲームなんですけれども、まあ、いわゆる任天堂が出してたゲームウォッチとは違って、表示方式が液晶ではなくて、FL 感、まあ、いわゆる蛍光表示感ってやつですね。まあ、オーディオのこの情報表示窓なんかに使われている、まあ、表示の方式なんですけれど、そういう蛍光表示感の使った電子ゲームになります。まあ、液晶を使ったそういう電子ゲームよりも消費電力とあと筐体自体が大きくなっちゃうんですけど、まあ色鮮やかで、非常にこう表現力豊かな表現をすることができるという特徴もあります。ちなみにお値段は1000円でした。で、当時の定価は7000円、8000円くらいしたんじゃないかと思うんですけど、まあそれだけのこうヴィンテージもんが1000円で売ってるのはちょっとびっくりしたところもあるんですけれども、まあとりあえず開けてみましょうか。はい、この箱自体がやっぱりちょっと相当傷んではいるんですけど、まあこれなんか値段剥がした後だと思うんですけど、まあこの角なんかを破れちゃってて、まあ相当傷んではいりますけど、まあ致命的な痛みではないですね。はい、で中はですね、こうなってまして、残念ながら取扱説明書は入ってませんでした。ただしこちらですね、トミーの LSI ゲーム専用の AC アダプターなんですけど、これ別売りなんですよね。本来は付いてないものなんで、それがちゃんと付いてるっていうのは非常にいいポイントではないでしょうかね。はい、説明書がないっていうところはありますけど、でこちら本体なんですけど、こういった、まあ、テーブル筐体のちっちゃくなったようなやつみたいですね。はい、こういう形をしてまして、ここがちょっと透けて中が見えてる状態で、わかりますかね。中にこう基板みたいな模様があるんですけど、これはあくまで何ていうかダミーですね。この機械っぽさを表すためのダミーですね。はい、でまあ全体的に傷とか汚れが多いんですけど、まあその
接続部分、例えばこの AC アダプターの端子とか、それから一番心配な点だったんですけれど、この電池ボックスの端子とかですね、そこに一切サビがなくて非常に綺麗な状態です、はい、これはなかなかいいものではないでしょうかね、はい、じゃあとりあえずこの電子ゲーム動作確認の方をやってみたいと思います。はい、じゃあトロンの電子ゲームテストプレイしていきたいんですけれども、いつも使っている G7X Mark II だと、このここにある、透明の板の奥に蛍光管の表示部分があるんで、そこになかなかピントが合わなくてですね、今ちょっと別のカメラで撮ってますけど、これめちゃくちゃ画角が歪んで見えますけど、本当はこれ、長方形の表示部分になってます、はい、じゃあスイッチを入れましょう、電源は先ほどの AC アダプターから取ってます、はい、で電池でも単に4本使えばすることはできます。最初は、ライトサイクルゲームというもので、まあ、映画の中に登場するなんかバイクみたいな乗り物があるんですけれども、それをこう2台同時に走らせて、時期がこのブルーで敵が赤ですね。でその走った軌跡、この緑の線なんですけど、それを相手にぶつけることで、倒すというゲームがステージ1になります。あと1回でしたか。これで、ステージ1クリアですね、はい、でステージ2がこの、お客さんの手に赤いものを持っているのは見えるかなと思うんですけど、これを投げ合って、相手の隙をついて後ろに投げ込めばステージクリア。クリアつがいい。あ、ほうほうほう。相手にダメージを与えるってことになりますね。で、これがちょっと難しくて、こう、4ポイント取られると一気消滅になるんですけど、さあ、よし、この掴む感じがちょっとタイミングが掴めなくて、はい、ステージ2クリアですね。さあステージ3なんですが、こちらに画面の右に見えている MCP に向かって、ディスクを投げつけて、バリを破ったところに、コアがあるんですけどね、細く縮まってるところがコアなんですけど、そこにこう当てなきゃいけないんですけど、このバリアの隙間が完全に目を、おっと、当たりましたね。はいはい、これでクリアってことになりますね。はい、まあ、一応動作は申し分ないです。表示も全然問題ないですね。はい。
はい、というわけでトロンの電子ゲームやってみました。まあ1981年、まあ出たのは82年かもですけど、まあそれでもまあ37、8年前のものなんですけど、動作も全く問題ないですし、ボタンの押しもこっちも悪くないですし、ちゃんと動いてくれました。はい、でまあこれをまあ1000円で、入手できたのは結構ラッキーだったかなと思うんですけれども、まあ、トミーの LSI ゲームなんですけど、まあ、これ以外にも何作品か出てまして、まあ、これが映画の半券もので、まあ、オリジナルが2作品と、あとはコナミとナムコの、まあ、ライセンスものですか、そういう作品が出てます。まあ、これはですね、まあ、今となってはほぼコレクターズアイテムみたいなもんでしょうけれども、まあ、一応ちゃんと動くものだということで、まあ、いい買い物ができたんじゃないかなと思います。はい、というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。